こんばんは。ついに XS に変えました。 XS に、はい。さっきまでレコーディングしてて、今日レッスンなんであれなんですけど、あ、おみきくん、ありがとうございます。いやー、マジサンキー、最高、マジで。機種変おめでとうございます。いや、マジ超いい感じっすよ。髪がボサボサだけど気にしないや。はい、今日はね、筋トレなんですよね。この後レコーディングからの筋トレ、いや、マジで超いいっすよ、ほんと。こんにちは。ほら、俺今一人なんだけどね、8時からだから。あ、 10S って読むの忘れてた。うん、はい、こんにちは。画質めっちゃいいな。割れろやば、割れろやばいなね。画質めっちゃいいよな、これ。そうっすね。他のメンバーはちょっと、もうちょっと後に行きます。画質超いいんだけど、ビビる。ビビる。いや、割れろじわるんだけど、ほんと。うわ、暇だぜ。8時からだからな。マジで。キャちゃんと聞こえるでしょ。ぜひとも割れてほしい。画質いいっすよね。こんにちは。ね。こんにちは。いや、自撮りまだしてないんだよね。自撮りってみたいな。俺もう自撮り、お、ダーダーももみきくんもありがとう。ダーを来てくれてるやん。ついに変えたよ、俺も。10S に。10S に変えたでー。10S に変えたでー。変えたでほらみや。でもケースつけてない。いや、ケースマジ何しようか迷ってんだよね。なんかリクとかそう、プラスチックのやつに紐を落とせばいいのに。そしたら面白いで。うん、そうっすね。え、前 4,5 年ぐらい使ってたよ。いや、俺、リアルに、番長ボーイズの一番最初に僕が出たホームの時に、なんか買い替えようかなと思って、変えたんですよ。なんか気持ちを変えて。アカウント引きすぎ、あ、結構ね、できたよ。うん。LINE は、トークは、履歴は消えちゃったけど。うん、すっぴんですね。てか、まあ、常にすっぴんだけど。最近。スクショタイム。ヒゲ生えてるからね、今、ヒゲ。ヒゲがよう。生えてるからダメなんだよ。いや、ひげ隠し。うん、私一日で割りました、横顔。カズマの iPhone 臭かったもんね。え、マジっすか、マジっすか。いや、俺の iPhone 臭かったかもしれない、もしかしたら。でも iPhone 臭くなるんすか。今日ピッタじゃないっすね。たまたまカバンに入ってたマスクを使ってます。
83名の方いらっしゃい。iPhone から雑巾の匂いがしてたかもしれないな。マスク暑いっすね。そうなんですせ。9月1日に会いに行きます。あ、カレンいらっしゃい、ありがとう。ヒゲカズナ君見てみたい。やだやだね。そう、俺の 6S はね、いやでも確かになんか変な匂いしそうな、もうボロボロだったもんな、なんか使いすぎてて、うん、黒肌系と。いや、ヒゲ伸びるのめっちゃ早いわ。もう一日剃ってないだけでサンタクロースみたいになるからね。お元気でーす。Thank you。そう。Can you say in Chinese？ お、なんて読むんだろう。I'm a Santa Claus here。 ちょっとスタジオだから結構大きい声出しちゃうわ。お疲れ、仕事。サンタだよ。お目目かわいい。お目目かわいい。マジでお目目かわいい。あ、できない。え、できない。今あれやってるのに、これ、あ、できない。あ、今できないわ。できなかったわ。宇宙です。宇宙を感じています。今日も学校へアーカイブ残してほしいような気持ちです。お歌聞きたいです。愛してる、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 何度も言うよ、そう君に伝えるために生まれてきた。だから、ずっとずっと探していたような、そんな風に思った。初めて出会った時、今思えばまるで花声みたいに。今裸です。萌木くん今裸らしいです。皆さん、ちょ、萌木くん、ちょっとコラボしてもらっていいですか。あの、コラボボタン押してもらっていいですか。あの、ちょっとあと僕40分ぐらい暇なんで。しまった、 Wi-Fi つけるの。あ、 Wi-Fi ついてた、よかった。忘れてたと思った。じゃあ萌木くん、あの、裸のまま繋いでもらっていいですか。いや、どんなやねん、どんなやねんっていう、すげえオーソドックスなツッコミしちゃったよ。あなたのためのものだった、眠れない夜ベッドの中、ぼんやり光る液晶を見てた。突然鳴り出した携帯、聞こえてくる君の震える声。 Baby tell me どうしたの、もしかして泣いてるの。外の雨の音でちゃんと聞こえないよ。
着てもらっていいですか。スタジオに前乗りです。消えそうな心の声を聞かせて。ぽっかりと開いたその穴を僕に隠さないで見せておくれよ。こんにちは。あたた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 かっこいいっすね、やっぱ萌木くん。イケメンだなぁ、マジで。うるせぇ、マスク野郎。マスクマンです、俺。来たし。萌木くん。萌木くんの頭からドン。萌木くんの頭からドン。やばぁ。やばぁ、ラ族さんってひどくない？え？服着たよ。え、裸すか。いや、服着たよ。いや、ちょっとやめてくださいよ、ほんと。危ないっすよ。いや、そうなんだよ。危ないんだよ。ちょっと、何これ。すいません。何暇してんの、あなた。いや、もうちょっとしたらみんな来るんですよ。もうちょっとしたら。もうちょっとしたら。みんな来るんですよ。マジよか。僕も来ますよ、筋トレしに。僕、毎日家でやってるから。あ、そっかそっか。そうですよね。モヒ君めっちゃいいからですもんね、今。今、めっちゃエロい。めっちゃエロいですね。裸がめっちゃエロい。やば。やってんな。本当にエロい。やってんの？やってんの？にらめっこしてほしいです。いや、ちょっともれ。なんか面白い。初めてコラボするな、インスタライブで。勝った。負けた。ちょろ。やば。ちょろ。勝った。くだらねえ、マジで。マジくだらねえわ、これ。やば。難しい。やもろいな。髪の毛ボサボサすぎてやばい、恥ずかしくなってきた。いや、そんなことないっしょ、俺もボサボサっすよ。なんか最近さ、はい、あの髪を乾かさずに寝ちゃうのね。はいはいはい。でさ、髪乾かしてないとやばいっす、剥げますよ。え、マジ乾かす？え、ガチガチっす、ガチっす。マジか。ガチっす、だってデコ広いっすもんね、ちょっと広くて。それは元々や、おい、やろう。不安を、不安にさせていくスタイル。あれ？いやでも、それはもともとよ。おい、やめろ。お前自分じゃ気づかないんじゃないですか？お前が前髪上げてみろ。広まあまあ広いやん。俺でもずっとこれっすよ。いや、僕もずっとこれやで。じゃあ一緒っすね。そう、一緒。でさ、そのさ、寝癖つくじゃん。はいはい。でさ、なんか、最近僕、サングラスかければおしゃれだって思ってるからさ。はいはい。寝癖のまんまサングラスかけて、おしゃれやなって顔で歩いてるんやけど。あー、でも、もみきくんだから成立するんじゃないですか。ふと我に返ると、うん。めっちゃ寝癖やんって思う。普通に寝癖やんみたいな。普通に寝癖、マジで。めっちゃ面白いな。やべ、全然モテなさそう、今。いやいや、モテますよ。いや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 。でもさ、サングラス。
それやめて、それやめてほしい。めっちゃ面白い、それ。ああ、ダメだ。面白すぎ。ほんと、森木くん。これ楽しいな、コラボ。でも、これほんと、アーカイブ残さないよ。いや、アーカイブ残しますよ。いや、マジでやめてくれ。これは残しますよ。マジでやめてくれ。これ見ながらやめてくれ。これはもう、俺のフォロワーの、もういろんな人に、森木くんがこんな人なんだよって。いや、恥ずかしいやん。普通に。ちょっと、お茶目なのがバレてしまうやん。ダメ、確かにお茶目です。これ、萌木くんのところにコメント見れてるんですか、俺の。見れてるよ。あ、すごいっすね、これマジで。すごいよ。カズマくんも最近サングラスかけてるとか、かけてないとか、どっちや。あ、そう、かけてるかけてる、俺。超かけてる。なんか新しいサングラス。楽。あと、やっぱ、日差しが。確かに。あれだからさ。確かしい。確かし。いやいや、急に。急に。でも本当、アーカイブ残したら僕も名誉毀損で訴えるからね。いや、僕絶対残さないです、マジで。絶対残さないです、マジで。本当に悲しくなる。了解です。いや、これ超楽しいな。サングラス買おうかな。カズマくんも仕事アップ。自分で笑ってるやん。いやもう、わけわからん、これ。ラ族じゃんってさ、夏ってみんなラ族なんじゃないの？確かに。どういや、俺は一応家じゃ裸すよ、いつも。僕も全裸だよ、家だと。あ、マジっすか。全裸は嫌だな。一応髪の毛くくったらいいのに、くくりたいんやけど、ゴムがないんや、ヘアゴムが。なるほど。もっとこうやって。あ、すげえ、僕の勝ちだって書いてる。いや、勝ち負けじゃないんで。ここの、ここなんで。らしいっす。俺、全裸はないな。パンツは絶対履くな。いや、なんかさ、その、ある日、全裸で寝てみたの。はいはいはい。これ、よくねってなって。だからもう最近家帰ったら普通着替えるじゃん。パジャマとか部屋着に。はい、はいはい。僕、パンツまで脱ぐもん。マジっすか？マジ。やばたにえんすね。パンツまで脱ぐ。あ、ちょっと、ダオ来た、ダオ来た。ダオ来た。ダオ来た。おいしい。ダオ。ついにね、新しく画質よ。めっちゃいいじゃん。いや、めっちゃ嬉しいんだけど、ほんとに。これ楽しくなっちゃった、俺。楽しくなっちゃったさ、やっちゃってんだよ。ほら、ダオじゃん。ダオ来ましたよ、もう一回。ダオ。俺ら今から筋トレするんすよ。筋トレ。僕もするわ、家で。筋トレですよ、本当に。ダオ、ワンダフルおめでとう。え？ダオにワンダフルおめでとうって言っといて。あ、ワンダフルおめでとうって。あ、ありがとう。いや、あの写真エロかったな。あの、なんか、乳首写ってるやつ見ました、乳首。うん、乳首見ました。ダウンの乳首見ました。俺さ、寒い時期に撮ってから乳首立ってんだよ。いや、俺さ、それさ、めっちゃ気になってたんやけど。めっちゃ立ってるやんって思ってた。ピンってなってた。いや、いいと思う。ってなってた、あれは。リアルでな。はい、ピンってなってた、ダウンの乳首。ダウンの乳首の話はやだよ。いやー、マジ面白いわ。めっちゃ楽だわ。このぐらいでいいんじゃん、僕。いや、本当にね。本当に。いや、誰？いや、これ絶対アーカイブ残そう。いや、マジでやめて。もう泣くよ、僕。いや、もう本当に。くだらねえ。遊びがくだらねえ。マジで、ほんとくだらない。いや、マジで。
カズマでもマスクしてるからな。いや、これもう今顔と合体しちゃってんすよ。待って、すごいコメント来た。ウミキ君の顔、裸みたいにエロティック、どういうことですか？おーい、ボーイ、ポーン、ボーイ。やばいな。ウミキちゃんには勝てねえわ、こりゃ。まあな。負けたぜ。まあ、負けたぜ。勝ってしまったようだ。ウミキ君を倒してほしい。なんか悲しくなってきた。カズマが何やってんだよ。一生懸命やってるのになんか男二人で一ミリも笑い感じがして笑ってしまった。確かに。いや面白い。面白いね。あ、楽しい。楽しいな。うん。え、女の人ってさ、はい。寝るときって裸になるのかな、夏とか。いや、女の子は着るでしょ、さすがに。いや、でもさ、一人暮らしとかさ、やったらさ、だって誰もいないじゃん。確かに。一人暮らしの女の子はみんな裸で寝るんですかね。ね、そこをちょっと。そこ大事よ。教えてください。うん。ポキッと。パジャマ着てます。着るんかい。いや、着るでしょ。着るんか、部屋着きます。寝ない人いる、そもそも。服着ないと。一人暮らしでも服着ます。ほぼ裸、ほやっぱいるやん、ほぼ裸。寝る。え、嘘？ほぼ裸？寝るとき？いや、ちなみにダオはさ。ダオ裸でしょ？裸？あ、寝るとき裸だ、ダオも。ダオパンツ履く？丸太ままの姿すげえいい感じに言うじゃん。そうか。でパンツも履かないでしょ絶対。なるほど。俺ねパンツはね履くな。いやちょっと一回さやってみ。パンツを履かずに寝た時の快感。え、なんか嫌じゃないですか。いや、いやダウはね確かに裸っぽいイメージ的に。確かにダウは裸っぽい。いやでもなんかなんつうんやろ、裸で寝るってちょっと嫌な話ですけど、なんか全部ついちゃうじゃないですか布団に。そのなんかそれがなんか俺としては、いやなんか風呂入ればいいんですけど、うん、なんかそれがちょっと気になっちゃうんですよね。ちょっとゴミっけなんか面白いことしてください。面白いことしてくんない。ひどくない？雑じゃない？お前一生 MC すんなよ。ゴミっけに頼む。お前一生 MC すんなよ。いやこれもう残すんだアーカイブ。マイク取り入れて。本当にそれは厳しい、マジで。あ、でも、もう髪型がなんかいい感じに、野口里夫みたいになってる。ねえ、やばいよ、これでしょ？これでしょ？うん、あ、野口里夫、夏目、どっちだっけ？なんか野口里夫か。野口、千円札、今の千円札、野口里夫だよね。この顔半分しか写ないでしょ。いやいや、それはそれで、ちょっとショッキングな映像っすよ。なんか、あー面白い。いや今さ、ヘアゴムがさ、一個もないの、家に。あー、ヘアゴムっすか。うん。なんかあれ、ヘアゴム採取しましょう。いや、ちょっと、ヘアゴムをしたくない。じゃ外カメでヘアゴムを。いや、マジでやだ。だってそこら辺に脱いだパンツとか置いてあるもん。あ、そっか。てか、なんなら映っちゃうかもしれないですもんね。そうそうそう、下半身。あの、ラが。あ、今服着てるのか。上だけ着てるから。上だけ、そっか。あ、じゃあ下は着てないんだ。いや、ちょっと待って、どんな体勢やってんすか。いや、どうしますで、逆に今、携帯ポーンって滑り落としちゃったら。いや、もうだから、僕は。やばいことになるよね。やばいことになるよ。すごい力入ってるからね、持ってる携帯を持ってる手は。はいはいはい。すごい力入ってるからね。え、だってもうこうやって、ふわって落としちゃったらもう。いや、もう終わりよ、それは、本当に。狙うわ、落としてほしい。いや、マジで僕も炎上して終わるわ。炎上してね、俺も炎上しますよ、それ。何安い写してんねんって。みんながすごいスクショ撮って、
なんか、ツイッターとかに拡散されて。いやー、拡散希望ですね。やばいやついたみたいになって。はい。炎上して。炎上して。街歩いてたら、あ、裸の人だ、裸の人だ。YouTube とかですぐ回りそうですね、再生数。いや、めっちゃ嫌やん。いいじゃないですか、時の人。裸チャンネルって言う。裸チャンネル。裸チャンネルやばい。いや、ほんとにさ、もうほんとやめよ、みんな、その。あ、アキラさん。いや、今、筋トレをね、筋トレを教えてもらってるアキラさんです。てれてて、アキラさん。こんにちは。僕の友達の先輩です。あ、そうなんですね。はい、言いました、アキラです。はい。もみきです。ここで、ここで出会わされる。めっちゃ面白い。アキラさんの筋トレはね、厳しいですから。バキバキやってます。画像上げたのもね、アキラさんが書いてくれて。すごい、グラフィックは。ね、もみちくん。僕もバキバキやってますよ。バキバキやってください。もう、やっぱ男は筋肉っしょ。男は筋肉っすか。あの、筋肉は裏切らない。筋肉は裏切らない。筋肉は裏切らない。いや、ほんとちょっと通じてるな、二人。筋トレ終わった。お金と筋肉は裏切らない。そう。いただきました。なんか、女の子とかは裏切ったりするけど。女の子とか裏切ったりするけど。そうそうそう。やば。人間っていうのは簡単に裏切るんです。人間は、簡単に裏切るんですけど。お金と筋肉は裏切らない。お金と筋肉は裏切らない。絶対裏切らない。めっちゃ面白い。やったらすごい。今めっちゃ見てるじゃん。こんばんは。はい、アキラです。アキラさんです。これからバキバキにカズマくんいじめます。わあ。これ今見てる人の名前なんですか。この方は、もみきくんです。あの役者のもみきくん、もみきよしとくんです。筋肉は裏切らないんですよ。あ、待ってください。もしかしてアキラさんが今もみきくんのグラフィックを書いてくれてますね。嘘でしょ。もみきさん。はい。はい。すごっ。かわいい。もみきさんとは俳優、あの、役者さん。はい、役者の先輩です。もみきさんなんだ。すげえ。おー、かわいい。かわいい。ちょっと雑で申し訳ない。ちょ、カズマくん、これちゃんと写真撮って送ってね。OK です。あの、iPhone、そうだったら別に、あの、別日で書いて、カズマくんに渡しますよ。いや、もう。マジっすか。いいっすよ。嬉しいです。これも何かの縁なので、全然書きますよ。あ、どうぞ。ヤキラさんの子、かわいいっすよね。かわいい。センスが、すごい。即興で書ける。アキラさんの、今ね、もみしくんの書いてるの。かっけえ。あ、ダオくんが持ってきたよ。え、あ、紙、そうか、先週いなかった。ダオがクッキングしてる間に。わー、かっこいい。イエーイ。あの、ちゃんとしたやつは今度また書きます、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。イエイイエイ。出演してる。出演してる。イエイ。あれ、これから行くんで。あ、はい、来ます、来ます。配信何時間やってる。いや、もうさっき始めたばっかっすね。あ、はい。え、結構経ってるくらい。そうだね、8何時かやってるかな。7時10分ぐらいからやってる。いや、そうだよ、30分ぐらい。どうも、はい。あ、ありがとうございます。どうやって顔にします。筋トレ8時ですね。すごい。でもこれロゴにできる。僕も8時から筋トレするわ。あ、じゃあ一緒に、じゃあ遠隔筋トレしましょう。遠隔筋トレ。ね、筋トレしよう、もみき。いや、僕めっちゃやってるよ。でもね、もみきくんね、なんか最近すげえいい体なの。なんか筋トレしてて、ジム行ってるんですか。いや、普通に公園でやってる。公園でやってる。公園で虫に刺されてる。確かに。虫に刺される。公園で懸垂してる。懸垂してる。だから懸垂って一番いいんだよね。へぇ。そうなんですよ。懸垂全然上がんないんですね。懸垂できないな。俺は懸垂ね、苦手なの。あ、苦手なんで。先生でも苦手だったら。いや、でもね、結構ね、握力ないから。あと、あれやってる。腹筋ローラー。握力24しかない。腹筋？
腹筋ローラー。あ、腹筋ローラー。僕の方がある。これ、ほんと多分ダオ君びっくりした。俺全然当たってない。俺、嫁と同じくらい。そうなの。え、全然ないよ。カズマの変顔で僕一回も笑ってないんだけど、どうしてくれよ。え、ほんとこうじゃない。カズマの変顔で一回も笑ってないんだけど。ダオー。すごいね。これはね、今、カズマ君とモミキさんのファンみたいに出てる。そうですね。あー、あー、かわいい。かわいい。ちょっとイカつくなる。ちょっと、ダオからのアキラさんはちょっと、もしかしたら。あ、ダメです。温度差すごかったわ、今。一応、もう一回いいですか。はい、ダオさん。はい。あーんからの。あーん。ちょっと僕やばい。かわいい。大好き。びっくり。リクナチも好きなんですか。これ甘いもん。これカード集めてます。いやなんかね、いいのは取っとく。かわいいやつ取っとくけど、あと基本は捨てる。基本捨てるってか本当にウェハースが好きなんですね。ウェハースお菓子好きだから。あ、そうなんだ。結構お菓子だし。気が合いますね、2人は多分。これ結構食うもん。食べますよ。あ、そうなんだ。やっぱりクッキーはね、鉄板ですよ。もみきくん、お菓子食います？めっちゃ食うんだけど。めっちゃ食うんだけど。めっちゃ食うんだ。甘いもの好きやもん。あ、そうなんすね。俺、逆に甘いものあんま食べないな。一人でパフェとソフトクリーム食ってたの。パフェとソフトクリーム。うん、美味しそうだったから、いちご味の。はい。あ、もう一回バトシーン来ました。バトシーン。バトシーン来ました。もう身軽だね。もう今身軽。あ、誕生日おめでとう。おめでとう。おめでとう。もみきくんがいるから、もみきくんにちょっとお誕生日おめでとうって言ってもらって。はい、どうぞ。あ、ごめん。バトシーン。もみきくん。あっさっさ。誕生日おめでとう。いや、なんちょっと照れてんすか。いや、もみきくんバトシーンのこと好きすぎでしょ。だって二人でずっとバトシンバトシン言ってる。顔がタイプ。今度は今家にあるんだけど、いきなり靴下買ってきたら今度は。マジっすか？靴下大好きだから。大好き人間。しんちゃんは顔がタイプ。はい。何足あっても困んねえから。ありがとうございます。10Sに変えたんだよな。10Sに変えたからちょっと調子乗ってやっちゃってんだよね。自撮りしてないんだけど。そう、まだ自撮りしてないんですよ。なんでしてないの？そう。痛いよ。画質やばいね。全然違うんだ。全然違いますよ。びっくり。カズマとかちょっと古すぎたって思って。僕の 6S だったんだ。6S? しかも、下のなんか充電するとこがもう、あ、開いちゃって中身見えるんですよ。そうそう。マジでマジでマジで。見えるの？そうです、もう中身が、本当にあれです、ゲームボーイカラーのスケスケの、あんな感じみたいなやつが、中身見れるんですよ。もみきくん、じゃあ僕らもうそろそろ筋トレするんで、もう一回ありがとうございました。一回服脱いで筋トレしましょうね。筋トレ。はい。8時から。じゃあ公園で、はい、配信してください。懸垂して。お疲れっす。またね。バイバーイ。バイバーイ。いっぱい始めるぞ。怖い怖い怖い。怖い怖い。じゃあまたありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。あ、アーカイブ残さないでね。バイバーイですね。了解です。パフォーマンス系の予定がないって聞いておりますからね。先週結構軽かったもん。